キャナロって最高だよな。おタマロ大好きなんだよ。最高タマロ、タマロ、タマロ。オードン人生最大の失敗、それはタマのしんのすけとの別れである。タマのしんのすけとオードンは戦友そして親友であった。しかしある事件をきっかけに会うことがなくなってしまった。それはある動画を玉野慎之介が放送してほしくないと言った。それを大野が放送すると言った。そこで突如玉野は縁を切ってきたのである。その動画は未だに放送されていない。これが王丼人生最大の失敗である。2018年9月30日現在、今なお2人は会っていない。